潮来市は昔から美味しいお米が取れる米どころとして有名でして、ですけれども、近年ですね、米の消費量が右肩下がりになってきている中で、ご飯以外の新しい食べ方の提案ということで、いろんな会議だったり協議だったりを重ねてきまして、その結果米麺の方がいいんじゃないかということになりました。うちの方の珍しいところは、生麺で提供するといった点でして、ほとんどのベトナム料理店さんとかは乾麺を使用してるんですけれども、ベトナムから買い付けしました製麺機を使いまして、日本でも珍しい生麺での提供が実現しました。とっても美味しいフォーができましたので、たくさんのお客様に食べていただきたいと思っております。道の駅イタコへのご来店心よりお待ちしております。